スルメイカの外形、まあ、名刺やなんかも含めてですね、ずっと見てきましたけど、これでやっと今度は体の中ですね、どういうような体の構造をしているのか見ていきたいと思います。まずですね、どこから切るかっていうと、まあ、お腹ですね、お腹の中見たいんで、この外頭膜を切ります。で、外頭膜を正中線に沿って切っていくわけですけど、ちょっとこれ切りにくいんで回しますね。こうすると自分の方に外頭膜があります。で、ロートがありますね。で、使うハサミは、まあ、これ解剖のハサミなんですけれども、まあ、普通のハサミでもいいんですが、これ固まるバサミって言いますけど、中の内臓を傷つけないようになってる。丸くなってえ、る。丸くなってる方を下にして、なるべく外頭膜を持ち上げながらこう切っていきましょう。まあ、正中線でいいと思います。そうすると開きました。ロートをまた切ります。またちょっとぐるっと回しますね。ロートを、今度はロートの正中線で切っていきます。いいですね。ロートはチューブになってると分かりますよね。よいしょ。で、今ロートを切って、これで開きました。で、こんな格好になってます。で、まず内部形態の名称からいきましょう。で、今ここですね、外頭膜とここの間に薄い膜があります。で、ここにこう血管のようなこういう、そうですね、チューブが入ってますね。これがですね、外頭膜に血液を送る大動脈です。ですから、これが、ずっとこの心臓からこちらの方に血液を送ってるんですけど、これをまず観察してください。こういう膜でこう閉じてるわけですね、基本はね。この中でこっから膜から大動脈が伸びて外頭膜の方に行っているというのが分かります。まあ、こちらがないんですね。面白いですね。ここに、まあ、片方だけ。ええ、これ片方じゃなくて真ん中なんです。だから、まあ、片方に見えますけど、まあ、ここにこう線虫線、これはおそらくこう正中ではないんですけど、ちょっと敏感になりますけど、こっち側に血液が出てると。で、これがですね、何でしょう、血管系があるんだということと、血液が透明あるいは無色、いかだこの血液っていうのはヘモグロビンっていう、赤い血液じゃなくてヘモシアニンっていう銅のイオンで酸素を運ぶということで、血液が透明です。で、本当は酸素と結びつくとですね、薄い紫色になります。ですから、本当に鮮度のいいイカを開けると、ちょっと紫がかった血液が見ることができます。これがちゃんとイカにも血管系があるんだっていう証拠になりますので、ここはぜひ観察してください。このヒゲみたいに、等速類って、まあ、貝類の仲間、軟体動物と中長線っていう、